皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もかくれんぼオンラインで遊んでいきます。さあ今回はモノガチャですね、行ってみたいと思います。ですね、30番ですかの街2ですね、街2のマップが新しく、追加されたみたいです。まだ私お遊びしてないんですけど、まあ、料理教室までライブ配信中お遊びしてたと思いますね。さあではこちら、今10個ですか。そうですね、大根稲の束こちらまでありますので、さあこちらですね、モノガチャ回していきたいと思います。現在マップモノガチャですね。普通のモノガチャですと左側の方ですと他のマップまでガチャ開いてしまいますので、今回10万コインシリーズですね。10万コインで、この30の街2マップをですね、モノガチャ、コンプリートしたいと思います。では行きます。さあレモン、これ畑があるんですかね。私まだ遊んでないからマップわからないんですよね。バレル、なんかヒントで名前が出てくるんですけど、名前が私わからないのが多くて、はしごとかわかるんですけど、さっきのバレルとかわかんないですよね。バレルって何でしたっけ。バレンならわかるんですけど、美術の時間でなんか習いましたよね、遊びましたっけ。バレンっていうなんか引き伸ばすやつですよね。ナス、あ、はしごかぶっちゃう、あ、たらいですね。いやー皆さんガチャって、ガチャ運いかがですか。まあなるほどくんの動画ご覧いただいている方々は皆さんお分かりになると思いますけど、なるほどくんガチャ運がないんですよね。さあ62番最後、フェンスですか。なんか昔ですね、本当におもちゃのガチャガチャですか、100円で回して出てくるガチャなんですけど、それがですね1回回して、欲しいのが出なかったので、もう1回回したらですね最初に出たのと同じのが出るっていうですね、逆に奇跡じゃないかっていうぐらいガチャ運がないんですけど、まあ普通10種類あったら2回目かぶるの確率10分の1なんですけど、いやガチャ運がないとそっちの方の引きが強くなってしまうとですね。さあ人参、斧、ちょっと待ってください。なんです、広告見て物事を削除って何ですかね。さあでは何だったんですかね、結局広告見て一瞬消えたんですけど、物語したらまた出てきましたねこちら。さあ稲の束も何種類もありますね。赤い花と、あー4種類あるんですね。アンビル、叫びよ、なんすか叫びよって、パン、すごいですね。いやこの前の理科室とかもものすごく難しかったんですけど、いろいろ小さい小物が多くて、やっぱ小物が多いと難しいですよねマップ。さあ石炭ですね、この辺からやっぱちょっとかぶってきますよね。最後の1個とか本当にもうなんかガチャ回されてる方が悪いですよね。最後の1個とか2個はもう鬼門ですよね、ずっとかぶり続けると。さあ、あ、リンゴちゃん、なんかリンゴちゃんっていらっしゃいますよね、今テレビで出られてる方で。いやモノマネ得意な方は羨ましいですね。私もライブ配信させていただいてますけど、いやなんかモノマネできたらもうちょっとレパートリー増えると思うんですけど、逆に皆さんにモノマネされちゃいますね。皆さんこんにちは、なるほどですとなんかそんな感じで、なんか皆さんのお名前をもじっていただいてですね。さあ木の根元とボックス、あでも今回そこまでかぶらないですね。この前のモノガチャシリーズはかぶったんですけど、あと何がないんですか。もしかして、あ、38、34、21、14、あと4種類。あ、結構早いですね、今回。まだ1万コインいってませんので。あ、まあ今1万コイン使いましたけど。あ、出ましたね。何だったんですかね。まあ後でちょっと全部お見せしますので。まああとはどれぐらいコインが必要かですよね。お、連打しているからちょっと飛ばして、あと2つですよね。21番と、何番ですか。30何番かですかね。お、あと1個。あともう連打の限りを尽くして。さあ、どれぐらいで、なんかもう、なるほどの連打能力が上がってきてますけど。お、出ました、来ました。さあ、いくらですか。2万2534コインですかね。
まあ、もうちょっとあったので、だいたい2万4000コインで、今回ですね、物ガチャコンプリートということで、ありがとうございます。では、一つずつ見ていきましょう。木と椅子、フェンス、稲の玉、ブッシュ大統領ではないですけど、これ、ついですか？なんでしたっけ？掲示板、バケツ、大根、稲の束も種類多いですよね。袋、なんか昔旅人の方とか漫画とかでよく袋持ってますよね。まあ、砂漠地方とかああいうところを移動するときはもうお水とかですね、もういろんな貴重な食べ物とか入れられてるんだと思いますけど。さあ、人参、キャベツ、ナス、レモン、リンゴジャムと、なんかお料理でも作るんですかね。ウインナーソーセージ、長い。お肉、スープ、あれですね。あったかいんだからですね。特別なスープをあなたにですね、あげる。さあ、美味しいんだからと。ワゴン、テーブル、椅子、門、扉ですか。ランバー、ランボ、グラインダー。なんか製造されてる方とか多分機械工業の方とかグラインダーとかなんか糸の子とかですね、なんかそういうの使うと思いますけど。ハタローラ、ローラちゃん、糸ちゃんじゃない、お皿、なんかバーベキュー仕様になってきましたね。トップを狙いですかね。シャベル、上からじゃないと見えない。はしごと缶抜きですかね、こちらで。門と、フェンスですね。ということで、今回62個ですね、全部ものですね、制覇いたしました。ありがとうございます。では今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。まあ、またですね、他のものガチャも全然埋まってませんので、まあ、そちらも頑張ってですね、ライブ配信中に頑張って隠れられるようにこちらで頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。